はい、今夜来週のスケジュールを確認し、今後の相場相談しつつ、明日買って明後日儲かる銘柄を勝手に予想する静かですけど、明日はこれを買え、来週はこれを買えのコーナーです。今夜の予定見ていきましょう。12月、まあ、これいいんだ。決算発表がいろいろ出てるんですが、アクトコールがまだ出ておりません。今18時過ぎ現在ですが、15日に1回延期して、で、まあいろいろあるんで、構造改革とかいろいろあるんで、で、一つ、子会社の連結から外すとかっていろいろあるんで、まだ出てないそうです。まあ結構この会社、基本適時開示出すの遅いんで、まあ待ちましょう。出てきたところでまた別で取って挟み込みますんで。海外、アメリカ12月の鉱工業生産指数、そして設備稼働率、アメリカ決算発表、リージョンズフィナンシャル、サントラストバンクス、ステートストリート、シチズンズファイナンシャルグループの決算発表があります。アクトコーラもいいんで、で、週明け21日、中国10月から12月期の GDP で12月の小売売上高、12月小売鉱工業生産、固定資産投資が発表になりまして、アメリカは月曜休場ですね。なのであんまり今夜は動かないってことかもしれませんが、で、国内植松商事でしたかね、決算発表がありますね。これはパス。22日、日銀金融政策決定会合が23日まであります。そして12月の首都圏マンション販売、ここでなんかETF の買い入れの割合また変わるとか、そんな話が出てるとかね、日経平均の割合減らすとか、そんな話がな、やるんだからやらないんだからよくわかりませんか、噂されております。決算発表、元気ドラッグ、今日は業績予想の修正でしたかね、かなんか出てました。厚生証券、東京製鉄、スーパーツール、両毛システムズ。決算プラスがちょっとこれ難しいので、まあ、もし、もう一回考えていけそうだったらまた月曜日お伝えします。海外、ダボス会議ですね。あと ZEW 景況感指数、景況指数、ドイツですね。アメリカの中古住宅販売が発表になりまして、決算発表、アメリカ、IBM、ジョンソン&ジョンソン、スタンレーブラック&デッカー、ハリバートン、プロロジス、トラベラーズ。発表になります。23日、黒田日銀総裁の会見、あと、展望レポートが公表になります。貿易統計も朝発表、全産業活動指数も発表。決算発表、東海館、東海館でしたっけ、ちょっと忘れしたら。河内薬品、日本電産が発表になります。まあ、ある程度出尽くしたんで、意外と決算発表後、見通しがこうだ、みたいなことで上がるパターンありますからね、このパターンね。であります。海外、アメリカ、住宅価格指数の発表。そして、決算発表いっぱいあります。テキサスインストルメンツ、フォードモーター、プロクター&ギャンブル、プログレッシブコープ、ユナイテッドテクノロジーズ、アボットラボラトリーズ、コムキャスト、ノーザントラスト、アンフェノール、キンバリークラック、もういいや、ラムリサーチありますね。なので、まあ、半導体製造装置関連、ちょっとこの辺注目ですね。です。24日、国内決算発表、石塚ガラス、大丸エナジー、ユアテックはちょっと注目しようかなと思います、今回は。東北電力系のね、設備工事ですけれども、はい。ユアテック。そして、エイトレッド、DNA チップ、KI ホールディングス、モーニングスター。ちょっとこの辺変えるかもしれない。KI とか、ちょっと、またちょっと追加するかもしれないですけどね。はい。で、24日、ドラギナイト。あと数回になりました。ドラギナイトであります。そして、アメリカ12月の景気先行指数。そして、決算発表。インテル、スタバ、ハンティントンバンクシャーズ、インティーティブサーチカルとかね。フリーポートマークモランとか、その辺出てまいります。ですね。24日。で、25日金曜日、特部の消費者物価指数、朝発表。決算発表、M3、富士通ゼネラル、極東証券、ジャフコ、堺引っ越しセンター、帝国ホテル、日置電機、などなど。後楽園とか、今回、私の嫌いな後楽園をちょっと行ってみようか考えています。さすがに、そこ打ったのかなっていう感じがありますんで、ちょっと後楽園、いろいろ調べて、また、後楽園、ちょっと行くかどうかお伝えしますんで。省エイ、ヘルメット、小糸製作所とかね、どうでしょうかね。海外、ドイツの IFO 景況感指数、アメリカ、耐久財受注、新築住宅販売件数、決算発表がコルゲート、パーモリーブ、アッピー、エアープロダクツ&ケミカルズだそうです。こちらでもちょっとだけお伝えしておきたいと思います。ホスピタリティ .com のコラムが更新されておりまして、ホスピタリティ .com と検索していただくか、下の方にリンク貼っておりますので、そちらから開いていただいて、この HDC 総研コラムというところのホスピタリティーズ愛というのが私が書いたコラムですので、
過去のもいろいろ出ております。今回、大阪万博と、統合型リゾート IR のことを書いております。この写真は私実際行って撮ってきましたので、ぜひご覧いただければなと思います。では、明日の個別材料を見ていきましょう。アクトコールまだ出ないかな。出ません。では明日の個別材料に行きましょう。あんまりないですね。パパッと行きましょう。日本アクア、配当予想の情報修正ですね。18年12月期、あ、終わった期か。もう遅いですね、我々は。配当数4円から6円にするということであります。さらに、東証一部に、春に東証一部に昇格しましたので、その昇格記念杯ということで、4円を追加して、計10円の、配当を出すということだそうです。お持ちの方は良かったですね、年末ね。信じて持ってて良かったということであります。もう、配当、結構年末美味しかったですね。安いところで、ね、配当落ち多分したと思うので、25とか結構安かったんで、全体的に。そこで買って、で、年初結構上がっ戻ってきて、で、さらに配当受け取れる、優待受け取れるみたいなことは結構多かったと思うんで。アジュバンコスメジャパン。19年3月期の業績予想の修正です。営業利益が2億2800万円と想定しておりましたが、1億6200万円に下方修正、前期比 54.4% 減と見ておりましたが、67.6% 減に下がるということだそうです。頑張れ。帝国電機製作所。大連の子会社で不適切取引の疑いがありまして、社内調査委員会を設置したという発表がありました。多いですね。なんか海外の中国の子会社でうんぬんっていうね。続いて、東建、東京建物、発行済み株式数の 4.61% に当たる1000万株を上限とした自社株買いを決議しました。だそうです。東京建物結構個人投資家とかにもね、説明会たくさん開いてね、投資家の方向いて偉いなという感じであります。元気ドラッグ、19年6月期の業績予想の修正です。営業利益の予想で50億円と予想しておりましたが、43億円に下方修正です。前期比 21.1% 増と見ておりましたが、4.16% 増に減額という形になります。最後、リーバイス、18年11月期の営業利益、ですね、あくまで着地の業績ですね。すんげえ上がってますね。なんかね。営業利益で6億2400万円で着地しました。前期比 63.8% 増となっております。ということで、以上、明日の個別材料でした。この後はアクトコールが発表されればアクトコール。そして発表されなければ明日の、まあ来週の想定ですかね。まあ休みですからね、月曜ね。あのアメリカが、はい、を見ていきます。はい、ということでアクトコールの、業績が出ました。で、特損及び栗延税金さんの計上、及び、30年11月期の業績予想と実績の際に関するお知らせというのが出ておりますので、そちらから見ていきましょう。売上高、まあ、着地が結局59億9700万円でした。で、営業利益が4億4700万円ですね、これ。で、経常が3億1200万円。で、純利益が、1億飛び200万円ですね、という形になる、なったそうです。思ったより良かったっていうことでしたね。で、特損が発生するというか、が2億9800万円特損発生したと。で、それで法人税と調整額1億1500万円云々ということでありまして、で、栗延税金資産があるということですんで、あ、長いや。なんで、まあ、ご覧になりたい方ご覧ください。で、来期ですね。まあ、一応、経常年の細かい情報こんな感じですが、来期、売上高が40億5000万円。事業売却するんで、まあ、その分落ちるんですね、売上高。で、営業利益は5億円にアップ。経常が4億3000万円。で、
純利益は2億9000万円になるという予想だそうです。まあまあ、そして、増益見通しということですね。そうですね、まあ、今期着地も良かったし、で結局なんだ、来期の見通しもまあ順調にいきそうな感じでありますんで、まあ評価してくれるといいなと思ってますけど、ちょっと特殊なパターンなんでどういう読みになるかよくわかんないですけどね。まあ一応私は1000株買いました。死んだら死んだでその時だということであります。では明日じゃないか、来週の想定ですね。先物がまあ堅調な形できております。とりあえずドル円から見ましょうか。ドル円109円40銭ぐらいのところですかね。やや円安方向ですか、どうでしたか、忘れましたけど。で先物2万飛び710円まで来ております。700円台まで、上昇してきております。為替の動きとなんか似たような形で、上がってきていますね。そんなところです。あれ、さっきのこのプライスボードどこに行ってしまった、これか。です。で、あとは、ニューヨークダウ先物は24,473ドルということで、昨日の終値が24,370ドルでしたから、そこからまたさらに100ドルぐらい上ということですね。まあ、3連休を前にニューヨークどれだけ頑張れるかっていうところ、まあ、そんなにあんまり期待しちゃいけないような気もしているんですが、どうでしょうかねっていうぐらいの感じ。まあ、そんなこと関係なく、スパンと上がる時もあるんで、なんとも言いませんが、ヨーロッパ、結構強いです。イギリスフッチ 1.7% 上昇、ドイツダックス指数 2% 上昇、フランスキャック指数 1.6% 上昇という、2時25分現在ですね。ギリシャ以外は全面高。もう 1% 以上がザラですね、プラス。はい、そんな形です。さっきのアクトコールの決算表が遅かったですね。まあ、それなりの量ありますから、ちっちゃい会社とかだとこれ作るのも大変だったでしょうという気持ちはわからんでもないです。で、そう、7時45分に発表でした。遅いですね。はい、こんな感じであります。日経先物出しましょうか。5分足、まあ、じわじわ、まあ、上がったり下がったりしながら、まあ、しっかりした展開ですね。あんまり大きな動きはないですが、ここに来て、また一段高いところを取りに来るのかな、どうかなというような、そんな感じであります。225の位置どころとかですね、25日線回復ですね。でもうちょっとすればこのまま行けば明日どうでしょうね。ミニミニゴールデンクロスかな、ちょっとちゃんと計算したらあれですけど、わかるんでしょうけど、っていう感じになってきております。やっと動き良くなってきたなーっていう感じですよね。一目均衡表まだか、まだですね。まあ転換線が上向いてきたよっていうところは評価してあげたいところですが、それぐらいです。オシレーターなんか見ましょうか。マックリー、うん、特に何もないですね。はい、どうしようかな。売られすぎ買われすぎってことで言うと、別に大してどっちにしろ大したことないと思うんで、RSM も別にまあちょっと買われてるなーっていうぐらいの数字になってきてますか。これでいくらでしょうか。 RSI 9日 78.5、 まあちょっと高いですかね。高くはなってきてますが、どうでしょうか。もうちょっとぐらいは行ってもおかしくないし、サイコロとか別にいいですね。モメンタム、うん、そこまで、また今日勢いづいたなっていう感じでいいんじゃないでしょうか。まあ、高値取ったのにそんなに勢いが出ないってのはちょっと心配ではありますけど、多分トピックスだと、あ、でもそうでもないですね。ちょっと週明けどうでしょうかね。このモメンタムの高いところ抜けたいかなっていう気はしてますけど、どうでしょうか。はい、そんな感じであります。まあいいのかなということでありまして、
まあ、まだ続伸いけるかなという感じですよね、このままいけばね。ニューヨーク、まあ、3連休前だからっていうのも心配もありますけど、意外とね、トーンとまた、6日続伸とか狙えるんじゃないかなと。そうですよ、そういう感じですよね。1、あ、6、そんな続伸じゃないのか。3、3日続伸ぐらいか。気のせいでした。はい、な3日続伸ぐらいだったら全然またいけるんじゃないかなと。このやっぱり陽線の続き方ですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、え、1、2、3、4、5、あ、14連すごいじゃないですか。だから結局、まあ、安く始まっても買いに期待勢力がそれなりにあると。これは売られすぎだっていうふうにみんな思ってるっていうことですよね。という感じでありますので、期待していきましょう。とか言ってると下がるんですけどね。はい、そんな感じであります。以上、静香ですけど、明日はこれを買えでした。あ、引き続きオフ会の方、ご参加お待ちしております。ということで、LINE とかメールとかで、ご連絡ください。はい、以上です。